はい、皆さんこんにちは、アジでございます。せんちゃんで太鼓さんですね。やっていきましょう。ちょっといろいろね、私も調べてきました。妻と話しますわ。さよさんとあんまり喋ってないんですよね。今ちょっと調べるとね、今日の町に行かないといけないかもしれません。くげたく御所かな。うわ、茶人風情が何言うじゃ。ここは下世の者には縁のないところって言って行くがいて。あなただけなんだよ、私を茶人って呼んでくるのね。そうやけどのではよく参った。お茶しましょうか。お茶ではぜひとも、と。カチヨン、1702ね。これは素晴らしい茶だ、と。ないか。ないか。なんかあそこにありそうみたいなんですよね。で、もうあとは飲んだくれるだけなので、あ、村重さんや、お師匠様でございますか。あら、お茶が飲めない。なんでだ？手合わせようか。あら、お茶が飲めなかったね。そんなに来ないでしょ。止血しましょう。で、こんな感じかな。お、今度こっちでどう？お、強いね。霞でどう？せんちゃんがそこだって言うんですからね。同じ道を歩んでおったと。困ったな。小田さん帰ってきたかな。いないね。利休七鉄でしたっけ。あとこのトライアングルだね。誰だったっけ。よいしょ。高山さんだね。あら、お茶が飲めない。あ、もう飲んだからか。じゃあ茶室に招待しよっか。へえ、手合わせもできないね。飲んだのに全然仲良くない。さあ、ここ誰だっけ。あ、三好さんだっけ。そうだね、三好さんだね。茶室に招待でもするか。来ないか。ちょっとまだめんどくさい人たちだね。じゃあ堺の町でも行くかね。でしょうか。あなたたち呼ぼうか。よし、出てんのじゃね。で、茶室に招待ね。はい、ほんでは自宅だね。はい、さよさんと話しましょう。お前様、水軍の技能は、と、もういりません。はい、ご亭主、お待ちかねておりましたぞ、と。1702ね。もう4つ持ってるから作らなくていいよね。確か2つ以上持ってないとっていうのを過去の記憶ではあるんです。で、妻と話しましょう。あまりご無理はならさないでくださいね、と。で、じゃあね。さあ、そろそろやつは帰ってきたかな。長いこと出てるね。まだ不在なんだね。さあ、じゃあ出てって、有岡城。古田さんも長いこと不在なんだよね。どこ行ったんでしょうね。さあ、お師匠様では、と。お茶が飲めないんだよね。なんでだろう。1ヶ月飲めないの、なことないよね。あ、お手合わせしちゃった。あなたも硬いね。霞でどう。いやー、困ったぞ。よし、じゃあ茶室に招待ね。で、飯盛城で、高山さん、あなた、あ、採用か、残念か、と。じゃあ、三好さんだな。あ、お茶飲んだからか。そうかそうか。お茶ってそんなに長いことできないの？いっぺん飲むと。そうなのかな。ここは三好さんの直轄なんだね。ここも直轄なんだね。信玄直轄。
直轄ね。あ、京都寄りましょうか。京都なんかないかな。あ、また来ちゃった茶人風情がね。はい、お茶しましょうか。ん、むちゃかちゃがこん、あ、お茶は1ヶ月いっぺんなんだ。今月はいた、そんなお茶一発で引っ張るもんかい。仕方がないですね。茶室に招待。ああ、もう中がすっかり冷え切っちゃったね。すっかり中が冷え切っちゃったので、どっか民家。ああ、もう皆さん冷え切ってんね。門倉さん、ああ、いい笑顔だ。かなり喜んでくれましたけど、これじゃ茶室に来ないよね。さあ、じゃあ戻りますか。いや、ちょっと待って。あ、そっか、また呼んでやればいいんだ。はい、茶室に招待で、自宅ね。妻と話しましょう。お前様、家何でもありませんよと。今川当主の、お、今川義元様がお亡くなりになりました。惜しい人物を亡くしたなと。今川氏政様が肩こついたようにございます。いや、170によほど良かったんですね、これね。さあ、茶器の製作はもういいでしょう。あと皆さんとたらふくお茶をしましょうか。もう無差別にお茶してもいいかな。なんかそんな気がしてきましたよ。あ、ちょっと待って。はい、これは、あ、私に茶器売るのかい。困った人だな。私に茶器売ってもね、困りま、あ、ヨテヤさんだ。あ、不在ですね。あ、おっとこまえな人だね、これね。確かね、ぬむぬわたさん。お別れしましょう。では本願寺行って、もうこの辺の人とみんなガンガンお茶飲むかい。そうだね。小田さん、あ、不在だ。磯野さん、もうガンガン茶飲んじゃおう。あ、茶飲むと別に1日経つわけじゃないんだね。あ、あら、あたし、え、また下がった。名声が、名声がどんどん下がっていっちゃってるよ。下妻さん、おお、そういうことではないか。おお、なかなか喜んでくれてないよ。0.5 しか増えてないもんね。細川さん、あー、病気だわこの人。ちょっと診察ミスると減るのかな。疲れが取れず、そういう時は強壮剤でしょう。うん、とてもよく効いた気がしますと。次、宮部さん、あれだね。あ、断れちゃった。面の悪い人だね。はい、お茶ね。うん、島さん。はい、あ、茶飲んだ。やっぱ1日経つんだわ。小田さん。あ、小田さんじゃないね、これね。茶せ。困ったな。はい、長政ね。ああ、いたわ、よかった。あ、かなり喜んでくれましたね。じゃあね、弟子にしちゃおうか。なってくんないかな、弟子ね。お、下がっちゃったね。おお、危ない、動きが見える。うん、弟子にはなってくんないね。あ、前田利上、あなたもちょっと茶飲んどきましょうか。お、とても喜んでくれましたか。ああ、なかなか喜んでますね。じゃあね、次は有岡城。まだ帰ってない。ああ、帰ってないか。あ、全く体を荒らして、あ、寿命かもしんないね、この人ね。診察しましょう。いくら休んでも疲れが取れずと。あ、なんかやばそうだね。それは競争体だわ。
はい、とてもよく聞いた気がしますと。なんとありがたいと。ちょっと上がったかい？上がんないね。これ初め7ぐらいまで行ってましたもんね、私ね。さあ、何の進展のないまま今週も来ましたね。あれ、こんなはずじゃなかったのに。さあ、じゃあ京都行きましょうか。あのマロは関係ないのかな。くげたくね。これお茶はできないね。あ、できんのか。はい。さあ、じゃあね、じゃあマロちょっとおべっか使っとこっか。贈り物。あ？もうこれもじゃあこげさんもお茶を、あ、お茶いただいたらということか。どうもその宮廷の。宮廷の仙人のお茶屋さん、お茶屋さんじゃないか、あの茶人になるっていうのがエンディングの一つであるみたいなんですよね。だもんで片倉さん、いい笑顔だね。さあ、この人ね、お茶ね、あんま喜ばなかったかな。あ、喜んだね。さあ、じゃあ帰りましょうか。ちょっと待ってね。飯盛城。さあ、あの方、高山さんね。あ、でも 1.5 あるんだね。あら。この人、ちょっと色素使っちゃったよ。お師匠様。え、何あんた。あら、この高山さん、違いっぽいね。佐藤さんしかないよ。顔が違う。お師匠様。あ、芦名家は滅亡いたしました。あ、高山さん2人いんのかい？え？あ、高山さん2人そうだね。あ、2人いるわ。あら、イルス使われちゃった。この人全然ダメなんだよね。1しかないまだね。それなりか。まだまだ出れてくんないんだね。さあ、堺の町で一応あの茶室も開いときましょう。茶室に招待ね。茶室はもうこの2人でセットでやっておきましょう。で、自宅、はい、で話して、あ、茶室に行って、はい、茶器はもういいですね。で、さあ、ちょっとヨデヤさんもおべっか売っておこうか。あ、会えたかな。あ、久しぶりだね、ヨデヤさんね。スケさんの時は仲良くしましたね。どんな感じ。あ、めちゃくちゃ喜んで、も清水全然上がってないね。さあ、本願寺で小田さんね。ああ、また不在か、あなた。お茶飲んだことなってっから。贈り物はあげれるのかな。あげれないんだよね。手合わせ、あ、できません。え、お茶って1ヶ月1回しかできないのかい。そうだったっけ。あら、またいないね。うん、あ、本当だ、手合わせになってるね。チャンスに招待しちゃいましょう。こうなったらね。あとは高山さん、あ、やってるわ。高山さんやってるね。手合わせできるかな。できたね。おろおろろろろ。うん、この2人兄弟なのかな。で、あとは、ああ、岩成さん、あ、会ってくんない。松永さん、お、あなた上司から追いやられてるのか。あなた仲良かったよね。お茶しましょう。
あ、もうあれくれって言ってこない。あ、上司しか言わないね。上司以上しか言わないんだよね。みよさん、みよさんね、会ってくんないね。あ、あなた診察か。いくら休んでも疲れ、あんた前も言ってたね。え、競争代、うん、とてもよく聞きましたよと。で、あ、一月またいだんだね、これ。あ、1日だ。となったら、高山さんの、え？こっちか。お茶しましょう。あんま喜ばないね。え、手合わせしましょう。手合わせでもね、仲良くなるんで。はい、じゃあね、ちょっとこの辺で終わっときましょうか。せんちゃんで太鼓さんね、終わっておきます。どうもありがとうございました。